最高だね、この並び。マジたまらんね。俺のさ、今回大好きな恐竜がいて、スピノサウルス、そしてこのギガノトサウルスとのダブルの並び。それぞれファイターモードにもなれるし、組み替えで、この恐竜モードと、ファイターモード、ダブル人型も楽しめるんだよね。見た感じでやっぱギガノトサウルスとね、スピノ、プテラも良さそうなんだけど、このダブルがファイターモードすごいかっこよさそう。で、ブロックスで俺たくさん欲しくて、ブロックス、これ組み替え、さらにね、ホレホレザウルスがさらに、なんだろう、組み替えの自由度を高めたものがブロックスであり、だからね、俺1メートル級のさ、ブロックス作りたいんだよね、いつかね。だからパーツがまだまだ足りないから、今回2種ずつ、2セット、コンプリートセット買ったんだよね。2個ずつゲットできるから、スピノサウルスも2個、ギガノトサウルスも2個ということで。まあ、一応ね、組み替え自由なんだけど、こういう例が、いや、これかっこいいよね。これ作ってみたいな。ファイター、それぞれライダーがいてさ、ナンバーワンのスピノサウルスはライダーとビッグソード。いやー、でかいソードですな、これ。ファイターモードだったら多分手に持つんだろうね。で、プテラドドンにもライダーとバトルアックスがね、ついているっていう。いやー、翼竜のこの翼の広げてる感じがめちゃめちゃ迫力あっていいよね。かっこいいよね。そして、サンバのギガノトサウルスであると、ライダーとなんと、ミサイルボウガン。これも楽しみだね、装備するのね。あと、恐竜モードもやっぱかっこいいね。ティラノサウルスばりのこの迫力。で、4番のね、トゲの申し子、アマルガサウルスであると、ライダーとね、クラッシュランスがついている。渋いとこついてくるよね、武器ね。この4種類になっておりまして、それぞれ2種あるから、8箱、8種あるから、かなりでかいね、合体が作れるはずなんで、1番はもうスピノ来てるから、最初にもうね、スピノサウルスを開けて、みんなで、ね、見ていこうかな。もういるの、ナンバーワンがさ、もうラストボスだからね、俺の中では。ささーん、ブロックス、いや、でかいな、やっぱ。ランナーの量がさ、まあ、量もそうなんだけど、大きさもさ、普段のホレホレザウルスの倍以上じゃねえ、これ。すごいね、これ。この量。だからブロックスはいいんだよね。ザザーン、でかいから。見て、このランナーの量。こんなにあるからね。カラフルなランナーがたくさんありまして、もちろん食玩だからギャムもね、ついてんだよね。ギャムであると。ささっ、ギャムである。このカバヤのお決まりの、すっげえ甘いね、ギャムがついてて、これは説明書。この説明書を開けて、ピノサウルスの組み立て方。まあ、組み立てはね、正直そこまで難しくはないんだけれども、うわぁ、完成図楽しいだね。スピノサウルス。で、こっち側に、なんか理科の教科書みたいな、昔の理科の教科書みたいな感じの背景ブルーで、この1プラス2、ドラゴンができるんだって。スピノサウルスとプテラノドン1番と2番を合体すると、ドラゴンができるっていう。まあでもこれはこれでかっこいいよね。では早速、ランナーからパーツを切り離していきまして、組み立て、まず顔の部分から組み立てだから、これでパーツが全部ランナーから切り離されたので、まあ一番最初に全部ね、ぶった切ったら分かんなくなる時あるんだけど、プラモデル。でも、ホネホネザウルスはね、迷うことほぼないから、一番最初に切ってから組み立てた方が、スムーズに。説明書見ながらね、切りながらやると結構時間かかっちゃうから、まあ、難しいガンダムとかでやると終わるんだけど、ランダの番号見ながらさ、切っていって、ちゃんとはめていかんとさ、終わるんだけど、まあ、ホネホネザウルスだったら全然迷うことは、まあ、たまにあるけど、まあ、完璧に分かんなくなることはないのでね、まあ、こう全部切ってから、おぉ、しょっぱな顔だからな。すげえ。スピノサウルスの顔面。超かっこいいね。ブロックスはね、この、なんつうのかな。骨の、背骨の、体貫く背骨のパーツの組み立てがすごい楽しいんだよね。この、今で言う青いこのパーツ。このパーツが、すごくブロックスが、俺組み立てめちゃめちゃ楽しいとこだと思ってて。これ首のとこだと思う。で、これがこうつくんだろうな、きっとな。ガーンってこう。おぉ、首ができたぞ。そして、なんか、頭が赤くてさ、首が青ってなんかいいね、コントラスティングが。そしてお次が前足で、この足のパーツにガチャガチャこのパーツをつけて、あとはもうこれつけるだけか。で、反対側の足のパーツも、これで前足ダブルが完成と。で、お次が胴体のパーツで、この背骨のね、支柱になるこの背骨のパーツの部分で、これを組み上げていくと。で、両サイドにこっちの、両サイド、こっち側にこれをつけ、これ足つくとこかな？足つくとこをつけて、あとはあばら骨、あばら骨のこのパーツ、このパーツを両サイドにガチャコと。いやー、かっこいいな。もうなんか骨骨ザウルスって名前だけあってさ、骨なんだけどベース、骨なんだけどアーマーだよね。
骨でありアーマーであるっていうすげえかっこいいこの装甲を身にまとってる感じ、おおかっちょいいな。そして次尻尾で、このパーツで合ってるよね、このパーツ、ちょっと待って、切れてなかった、このパーツここ切って、でシャッと、基本的には手で取れるんだけど、たまに硬いとこあるからニッパーで切った方がまあ楽っちゃ楽かなっていう。最初からね、次が後ろ足で、なんか後ろ足すごいことになりそう、めちゃめちゃ合体がね、かっ、うますげえ、爪がすごいですな。この時点でもあの爪がめっちゃかっこいいんだけどさ、こっからがマジやばい。まずこの青いパーツ、足首アンクルのところつけまして、ここの両サイドにね、このパーツ、このパーツをつけるのだが、両サイドにこっちつける前に、この太もものパーツかな、このパーツ、このパーツをここにつけると、でもう片方をこれで挟み込む感じ。あーでもブロックス、こういうなんか挟み込み攻撃あるよね、挟み込み、ここかっこいいんだね、ガチャーン、おー挟み込まれてしまいました、頑丈ですな。もう片一本の後ろ足も作りまして、次がねライダー、これもねライダーの組み立てで、この白いパーツすっげーちっちゃくてかわいいね、めちゃくちゃちっちゃい。見てこのミニチュアサイズ。ほれほれライダー。一応ライダーがいるっていうのも熱いよな。主人がいるっていうね、ライダーが。この恐竜を乗りこなすライダーがいるっつね。名前はバンホーさんにしよう。で、次がビッグソード。まずはこのパ、これビッグソード回、あ、回るのかこれ。ビッグソード稼働するんだね。これをつけてから、こっち側にこのパーツをつけて、ガジャーンと挟むと。そして、ここに取って、これ取って持つとこかな。絵の部分を、え、かっこいいね、え、ビッグソードか、ここ稼働するぞ、これ。え、めっちゃかっこいいじゃん、シャリー。銃モード、レーザービームモード、ソードモード。え、これかっこいいね。やべ、このパーツつけて忘れた。このパーツね、一つ取り付け忘れてて、ここにね、このパーツもつけると。これをつけることによって、あ、さっきみたいに曲がんなくなるんだね。ここで、あ、でもこれ回るよね。ボールジョイントだから回るから、あ、こういけるね。すごいな、自由度があるな。あとはもうね、今まで作ったパーツをこう合体していくだけ。前足はあばらのパーツにつけるんだね、ここ。ここに取り付ける前足はガチャコと。で、もう片一方の前足もここに取り付けて、だ、おー、かっこいい、ダブル、シャリー。で、後ろ。まず後ろ足はね、このように曲げなきゃならないらしい。このように曲げて、このようにしてから、ここの突起に差し込むと。おお、ちょっと自分間違えたな。やっぱ、スピノサウルスといえばさ、このかっこいい方だからさ、背中の。まずはここに一撃食らしたいよね。装着しまして。うわー、かっこいい、でかいね。で、もう一個あるんだよね。このパーツも最初にね、このジョイントパーツをつけてから、ここに取り付ければ、おお、スピノサウルスになってきたの、どんどん。すげえ、ロボットスピノサウルスって感じがするね。で、このね、ジョイントパーツここにつけるんだって、ここ。で、もう片一方もここ。なんか後で合体するのかな、ここにつけると。そして尻尾を取り付けまして、ガチャコと。あとはね、ファイターモードの顔面だよね。顔面。毎回この顔面がさ、トランスフォーマーみたいでかっこいいよね、顔面。今回なんか、おぉ。すげえ、飾りの、なんだろう、これ、角みたいなのあんね。ソーラーパワーをここで吸収して放つみたいな。ああ、これ縦になるんだね、今は。今はこのライダーの縦になって、しかもね、これね、逆だった。角みたいにしたんだけど、本当は縦だから、こっち向きになるんだ。シールド、おお、ファイターシールドじゃん、マジで。ファイターシールド。そして、ライダーのね、ここでビッグソードを持たせるんだって、クチャリーン、お前こんな扱えんの、持てるんだな。すげえ。で、まずライダー乗せる前にね、ライダーをね、乗せる前に、スピノサウルスの顔をね、ゴソガフェイスを取り付けて、口を開ける。ギューできたー、これがスピノサウルス。超かっこよくない。そしてライダーを、ライダーはね、ここ、腰曲げて、この穴に、ここにセッティング、首のところだね。スピノサウルスの首のところにこう、刺すところがあるから、そこに出してライダーをセッティングすれば、これで、おお、できた、ライダーいい仕事すんじゃん、ライダー超かっこいい、スピノサウルス、完成である。このさ、ビッグソードがさ、特にやばくない。スピノサウルス本体もすごいかっこいいんだけどさ、でかくて。ライダーはね、恐竜に比べてちっちゃくてめっちゃ可愛らしいんだけど、ライダーの持ってるこのビッグソード、これが超かっこよかったな。
素晴らしいわこのデッキ。あとシールドがさ、顔ファイターモードの顔の部分になってるのさ、すげえ面白かったな。この分だとギガノトサウルスもやべえだろうな。てかさ、ファイターモードの顔もやっぱ全部シールドになって、ライダーが持ってるもんね、顔がシールドなんだわ。で今回武器がさ、それぞれいいよね。ビッグソードも良かったし、今回次バトル、あ待って、ギガノトサウルスじゃねえわ次、ごめん、プテラノドンだったね。2番間違えた、2番はプテラノドンで、アックスとビッグソードダブルで揃うっていうね。でもアックスがビッグな、稼働すんのかな、アックスもな、ビッグソード稼働してさ、そこが感動したんだよね。超かっこよかった。で2番と3番スコーピオンであると、これもなかなかかっこいいよな。さっきのドラゴンもさ、めっちゃ良かったけど、これドラゴンね、1と2番の合体ドラゴンで、2と3の合体スコーピオン。まあ、自由度がほんと高いよな。ブロックさ、さらにこのブロックパーツで組み替え自由、自由度がね、さらに上がってるだよね。これ普通の骨骨ザウルスよか、合体の制限が少なくなってるから、いろんな合体ができるということで。ちなみにファイターモードは箱の内側に書いてあるので、一番最後にね、全部恐竜モードを見てから一番最後に、全部組み替えてね、ファイターモードにしてみようと思います。ということで、早速プテラノドンも組み立てて、ちょっとこれやってみたくなってきたな。全部一気に合体する前にさ、スコーピオンこれかっこいいよな。なんかアノマロカリス的なものもできそうだよね、これ。このベースにして、ヒレみたいなの作って、牙作ればさ、アノマロカリス的なものもできそうな感じがするな。顔がすごいでかいや、プテラノドンは。さすがだな。尖ってる。めちゃめちゃ、とかで見てこのレッドアルイマみたいなさ、尖ってる、ゴソンガフェイス。かっこいいなぁ。レッドアルイマみたいじゃない、マジで、ほら。レッドアルイマ。かっこいい。めっちゃレッドアルイマみたい。で、口ももちろんね。口も尖ってるからね。シャリー！プテラノドンの口、レッドリーマーじゃん、マジ！めっちゃかっこいい！口、ギャー！もちろん開きますと。これはでかいっすなぁ。いや、スピノサウルスとかでけんだけど、はるかに。もう顔の時点でこんな、ピューこれ翼竜のバサバサ感は。すげえでかくない？そしてバトルアックス見て。めちゃくちゃでけえ。てか、フォルミー超かっこいいんだけど。これがプテラノドンね。いやー、かっこいい。まさかこんなにでかいとはね。プテラノドン。おそらく今回一番でかいんじゃないかな。この羽の幅も含めてだけど、めちゃくちゃもう顔が多分一番でかいよ。スピノサウルスこんなもんでしょ。胴体の大きさもこんなもんなんだけど、プテラノドンこれだからね。めっちゃでけえ。すげえかっこいい。で、お決まりのごとくね。ファイターの顔がシールドになっている。ファイターの顔シールド。足伸ばしたらもっと高くなるしね。今足この前に曲げてるからさ、その分縮んじゃってるけど。でね、なんかね、謎のね、ミサイルのパーツがあったんだけど、このミサイルは一体、いつ使うのか。すげえと、まあ、プテラのさ、口の穴に刺してもいいかなと思ったんだけど、口からミサイルを出す。シャーってミサイルを出すみたいな感じで。そしてお次は3番のギガノトサウルスであると。ギガノトサウルスのファイター良さそう。色がかっこいいよね。しかし、アマルガのトゲトゲボディも、まだ待ってるからね。このギガノトサウルスはミサイルボウガンなんだよね。このミサイルにさっきのオレンジ使うんかな、あれ。設定して、実際に飛ぶとかないよね。さすがにそこはないと思うから、開けてサスケ、見てみましょうかな。シャリー、これがギガノトサウルスのランナーで、なんかもうランナーの時点、おぉかっこいい。あれだ、ダークメガ、骨骨ザウルスに近い色つか、同じじゃねえかな、これ。ダークメガ、骨骨ザウルスっぽい色してるよ。あ、でも、あいつらよりかちょっと青いかも。もっとな、あ、紫っつうのかな。目が赤いね。目のところって中が赤くなってる。そして、説明書の中に書かれてる合体が、飛行機名前が可愛いな飛行機でも、実際はかっこいいよね。うん、尖ってて、なんかステルス機みたいな感じでかっこいい感じがするけど、飛行機名前がちょっと、だいぶちょっと、サウルスジェットプレーンとかさ、サウルス F、51とか、なんかそういうかっこいい名前が良かったけど、なんかすげえ、飛行機っていう可愛い名前なんだよね。うわ、ギガノトサウルスすげえでかそうだな。それではサスケ、ギガノトちゃんも全部ね、切り取って、組み立てて、降臨ギガノトサウルスである。めっちゃかっこいいな。やっぱさ、これぞ恐竜だよな。獣脚類イコールなんか恐竜って感じしない。色がめちゃめちゃいいわ。赤いこのさ、支柱パーツすげえいい。この背骨の部分ね。骨の部分。すげえかっこいい。あと、ダークメガ、ホレホレザウルスみたいな色。これ、大きさもさ、まあ、いや、目がよくでかいね。ブロックスの方が目が、
これだってもう目が気にならんぐらいでかいから、これは一回りぐらいかな、メガのさ、連中よくは一回りぐらいで、やっぱブロックスの方がでかいからさ、迫力もあるよな。超かっこいいわ、この3体。で、次がもう最後。アマルガサウルスだ。くそー、もう最後のメンツか。全ブロックスさ、毎回4種だけどさ、6種類とかできないのかね。6種類、4種少なくない？今回最後のアマルガサウルスであると、このトゲが黄色のボディもなかなかだな。いやでも色的にはダークメガのやつが一番俺好きな、いやでも赤もかっこいい、赤つがこのピンクっぽい色、スピノサウルスも良かったけど、あとファイターモードはいいね、バンブルビーみたいな黄色だから、やっぱアマルガサウルスで最後のメンツでいきましょう。で今回2個ずつ買ってるからさ、パーツがたくさんゲットできたからね、ジョイントパーツすごい使うんで、この前合体してみて分かったんだけど、あれじゃ全然足んなかったんだよね。あれでも1メートルくらいいけるかなと思ったんだけど、全然足りなくてさ、今回のこいつらを合わせることによってかなりでかいの作れる。1メートルサイズのさ、ファイターとか作りたいじゃん。ライオンか、なんか新しくない？ほれほれザウルス。ザウルスなのに合体でライオンになるっていうのが弱くなってね。絶対恐竜の方が強えだろ。ティラノサウルスの方がライオンが強えよな。ライオンなんか弱くなってる気がするけど、なかなかかっこいいな。なんかゾイドっぽいね。あと、色がね、すごい綺麗だわ、やっぱ。バナナカラー。超綺麗っつうかさ、ちょ、見てほしいんだけどさ、もうプテラノドン王者じゃない？今回の。プテラノドンめちゃくちゃでかいんだけど、これ。今までこんなでけえのあったか？すっごいもうなんか、あれ時点でスペシャルパーツみたい。スペシャルパーツ合体してるみたいに、でかい。あのプテラノドン。で、アマルガサウルスを、このパーツを組み立てて、アマルガサウルスを降臨。アマルガサウルスであれ、ジョリー。色がマジ最高、このバナナカラー。しかしながらさ、もうさ、プテラノドンの後だと全部雑魚に見え、プテラノドンマジ一番でけえわ。今回ナンバーワンだ、王者。覇者なり、プテラノドン。アマルガサウルスもすげえ良かったんだけどね。このシールドのさ、ファイター、もちろんファイターになってて。で、このパーツ使わないって書いてあったから、頭にぶっ刺した。このパーツ使わないんだって。で、頭にぶっ刺して、アマルガサウルスが完成と。おー、かっこいい。特徴的なトゲトゲがさ、ちゃんと触眼になっても再現されてるのが、すごくいいよね。あと、それぞれに乗ってるファイターも今回良かったな。ファイターたちが。この恐竜を操っている。やっぱ飛べる分、なんか一番強そうだしね。翼竜だから飛べるかね、プテラノドンはね。これ本当は稼働するんだよね。ドリーンってチェーンソーみたいにさ、ギアが回って、えぐり取っていくんだろうな。それではでは最後にね、この恐竜モードから、みんなをファイターモードにして、終わりましょうか。で、次回、この残りのやつも開封して、前回のブロックスと合わせて、1メートル、いや、今回も1メートル届かないかな。まあ、それぐらいでかいね。前回ので確か40センチぐらいだったよね。いやー、50、いや、いけるかな、わかんないけど、とりあえずね、合体してみようと思いますと。とりあえず、ファイターモードにしよう。おー。やっぱ人型になるとトランスフォーマー感が出るな。めっちゃ、両手がかっこいいね、それぞれね。両手。みんなすごい両腕の武器がめちゃくちゃかっこいいな。あと、それぞれ顔もさ、個性あっていいよね、違って。やっぱこの子バンブルビーみたいにいいな。黄色いボディだとさ、黄色いボディでこういう人型のロボットだと、バンブルビーみたいでいいね。なんか顔も心なしか似てる感じがする。で、プテラノドンも合体したら普通サイズになったわ。普通サイズ、人型のね、ファイターモードになると、人型になると普通サイズになりましたということで。これが、ファイターモードね。そしたら俺びっくりしたんだけどさ、箱破って中身見て、ライダーたちはね、こう前に並べた。ちっちゃいよね、ライダーたち。こうなったら中にさ、この辺に入れるようにしてほしいなって思うんだけど、それは無理かな。背中につければいいんかな。操縦してほしいよね。中にさ、コックピットに入ってさ、操縦するっていう、このライダーたちも。で、そう、話飛んだけどさ、箱ね、破って見てみたらさ、なんとすごいね、衝撃なる情報が、さらに書いてあって、なんと、ここ、見て、それぞれビッグウェポンあるでしょ、武器。それを合体する、武器パーツを全種類集めて合体すると、ブロックスよ、ドラゴンファイターっていうバケモンが誕生するらしい。
で、それぞれの武器、今武器みんな持ってるんだけど、武器を取り外して、まずはこのスピノサウルスのファイターモードのね、これビッグソード。もともとこれ稼働してかっこいいなとは思ってたんだよな、これ。これ俺今回一番かっこいい武器だと思ってるんだよね、個人的に。すげえかっこいいわ。あ、ちなみに肩のね、ここのね、付け方違うんで、俺こっちの方がかっこいいなと思って、ところどころ変えてるとこあるんだけど、この肩のパーツもね、このスピノサウルスのファイターモード変えたんだよね。本当はこうやって付けるんじゃないんだけどさ、そしてお次がギガノトサウルスのファイターモード。なんか悪って感じしない？めっちゃ悪って感じすんだけど、トランスフォーマーのさ、敵なんつったっけ？オプティマスプライムに対して、あれなんつったっけ？怖いやつ、でけえやつ。メガトロンか。メガトロンだっけ？あれ、俺 DVD 持ってんのに、トランスフォーマー。全部持ってる。待って、なんつったっけあいつ、メガトロンだよね。なんで最近名前のど忘れが半端ねえな。だからそんな感じしない？敵って感じするよね、こいつね。でも、武器がかっこいいんだよな。ボウガンなんだよね。ギガノトサウルスの上半分の上顎がついてさらにパワーアップしてるけど、これは取り除きまして、そしてお次がね、このバンブルビーちゃんのクラッシュランス。ここほんと、あ、バンブルビーじゃねえ、アムレガサウルスのクラッシュランス。本当はここギアでね、稼働するはずなんだけど、もう一体化しちゃってるから、今回は動かないんだよな。これ組み立て式で動いたらこれ一番好きだったかもしんない。ギアが噛む感じが最高だよね、絶対ね。左手のアマルガブレードもすごいかっこいいんだよ。やっぱ黄色、これバンブルビーお気に入りだな、今回。すげえかっこいいな、スピード感もありそうだよね、こうやってね、スピードありそう。装備が軽そうだから。あとトゲの部分とかもかっこいいんだよな。アマルガサウルスファイターモード俺一番好きかもしんない、これ。そして、最後に、プテラノド、うわぁ、でけぇ。やっぱでかいね。普通サイズになったとはいえ、他のやつの後だとでかく感じるわ。やっぱここの羽のさ、部分の骨の広がりがあるからだろうね。あとで個人的にここがすげえ好き。ここ。ガシャーンって掴む。で、こうプラズマキャノンを発射するみたいな感じのさ。かっこいいよね。こいつアックス持ってんだよね、アックス。この武器もかっこいいの、アックスな。やっぱ空飛べる仕様のやつはかっこいいわ。絶対飛べるもんね、こいつね。プテラノドンベースだからさ。めちゃめちゃかっこいい。そしてこのアックスも取りまして、腕の長さすごい短くなっちゃうけどね。今回のこの4つの武器、いやすごいね、武器も合体するって前のやつであったっけ？武器がそれぞれ合体して、新たな生命体になるっていう、今回はブロックス、ドラゴンファイターっていうのになるんだよね。すごいなぁ。これがスペシャルパーツみたいなもんかな、今回の。スペシャルパーツ代わりみたいなね。それでは、合体しましょうか。そして、うわ、マジで、ドラゴンファイターになるの？初っ端から向き間違っとったわ。これ反対につけてて、まあ、なんとか取れたけど、これ注意しないとダメだね。今回たまたま取れたからよかったけどさ、これ逆につけてた。で、これが顔になるんだ、ほら。なんかサメっぽい、シャークっぽい、ミツクリザメっぽい顔になってるよね。で、この顔面を、あそこのボディ、メタルギアみたい、おぉ、かっこいいね。メタルギアレックスみたいなさ、フォルムしてる。ここに、顔面をつけることに、マジメタルギアみたいじゃないこれ。メタルギアレックス。しかも、蓄光だから光、おぉ、かっこいい。やべえ、めっちゃ、全身蓄光バージョンだからね。蓄光パーツが光輝くって。これがブロックス、ドラゴン。ブロックスドラゴンファイターだっけ？ブロックスドラゴンっていうかさ、このさ、ブロックスドラゴンファイターをさ、これできたんだけど、かっこいい。これはこれ何使うのこれ。俺、ファイターモードで使うと思ったんだけどさ、ファイターモードでもこのパーツは使えませんって出てんだよね。これ何このミサイルみたいなやつ。これ何って、全部見たんだけど、使い道が、これ分かる人いる？自由に使っていいんかなこのパーツ。なんだろうね。使い道がないんで、わ、すげえ、これ一番かっこいいかも、今回。ミツクリザメというか、メタルギアというか、かっこいいフォルムじゃない？これ光るからな、素晴らしいよ、このかっこよさ。ちょっとあれだね、ちょい待ってね。この状態で、光エネルギーを貯めて、おー、明るい。ファイターたちもすごい明るいわ。ライダーたち。ライダーたちもすごい明るい。めっちゃ、すげえ。めっちゃ光ってんな。やっぱ、蓄光パーツはこうじゃないとね。ホレホレザウルスといえば、ホレホレザウルスイコール蓄光パーツってところもあるから、これも楽しみだよね。めっちゃ光り輝いてるわ。素晴らしい。
この光り輝き具合。ということで今回は、ホネホネザウルスブロックスのね、開封レビュー動画でした。スピノサウルス、ギガロドサウルス、プテラノドンにアマルガサウルス、みんなかっこよかったね。ただね、ファイターモードはね、バンブルビーが一番良かったかなっていう。ザウルスモード、サウルスモードはプテラノドン。一番はスピノサウルス好きなはずなんだけど、今回こっちが荒ぶったね。すげえ良かった。みんなかっこよかったけど、あと、武器の合体がびっくりしたよね。メタルギアになった。メタルギア三つくりザメバージョンみたいな感じの、すげえかっこいいフォルミンだって、光り輝きも楽しみだし、いやーよかったなー、次のブロックスも楽しみですな。で、次回は、この残りのね、これただパーツ欲しくて買っただけだからさ、合体用のパーツ欲しくて2個ずつ買っただけだから、まあ、組み立てはこんな感じね、今回の組み立て。で、完成させたらこんな感じということで。で、次回、あいつらも開けて開封したやつを前回のブロックス、今まで持ってるブロックスと全部合体して、どれぐらいでかくなるのか。今回で、1メートル、行きたいね。なんとか。なんとか、いや、無理かな。とりあえず60目指す。前回確か40センチぐらいだったから、60センチぐらいの、多分ね、それぐらいいけると思うんだよな。とりあえず合体して、ブロックスのね、夢の1メートルの骨骨ザウルスに向けて頑張って、組み立てていくわ。闇雲に組み立ててもダメなんだよね。ある程度頭の中で設計図というか、ね、考えてやらんとダメだからさ、全然立たないから、頑張って組み立てていこうかなと。よし、それではまた次回、次のね、ホレホレザウルスの開封レビュー動画でお会いしましょう。全員集合バイバイである。めっちゃかっこいい。みんなどれが一番好みだった？ファイターモード。まあ、それぞれ色の好みとかもあるしね。うん、形のフォルミーとかも。フォルミーはこいつかっこいい、やっぱね。カオプテラノドンにさ、書いたらレッドリーマンみたいになるよ、ほんとに。レッドリーマン俺大好きだから、その点に関してはすごく好きかな。もっと赤いボディだったらレッドリーマンっぽくてよかったんだけど、でもやっぱ黄色いボディのさ、このバナナカラーのバンブルビーが、アマルガサウルスがすげえよかったかな。ファイターモード、これすげえ気に入った。バンブルビー。あとドラゴンファイターね。ブロックスドラゴンファイター。まさかこんなサプライズがあるなんて、今回のスペシャルパーツだと思うんだけど、スペシャルパーツ枠だよね、おそらくね。いや、すげえ。っていうか、後ろにね、ちゃんと書いてあったんだよね。ほら、ちっちゃく。気づかんかったけど。ここにね、書いてあったんだよね。これ。武器パーツを全種集めて合体。ブロックスドラゴンは全然気づかんかった。こっちに目いってたからな。全然気づかんかった。こんなファイター書いてあるなんて、しかも全部にちゃんと書いてあるんだよね。それぞれの合体方法の下の方に書いてあってさ。これもなかなか良かったわ。びっくりした。これすげえ気に入った、本当この合体。かっこいいよね。武器がさ、合体して一つの生命体になるってすげえ楽しかった。このなんか設定も好き。超かっこいい。